はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書3章テスト対策やっていきます。で、今回4問ありますので、まあ、いつも通りね、動画止めてチャレンジしてみてください。なんですけど、サムネイルにも載っけてるように、今回、たすき掛けっていう技の紹介になります。なので、まあ、普通に解いてもらっても構わないんですが、たすき掛けがちょっと気になるなっていう方は、ぜひね、この後も説明聞いてみてください。よし、じゃあ行きましょう。で、まず、まあ、今までやってきた計算問題と同様にチェックしますよね。で、まあ、全体割れるかなってして、まあ、チェックして、割れないんでこのまま行くと。で、x2 乗に係数、まあ、3っていうね、1以外の数字がくっついてる場合、ほぼほぼ解の公式なんだよね。もちろん平方完成で攻めることもできるんですが、ほぼ解の公式になります。で、今回の4問に関しては、もちろん解の公式で解いても解けるんです。解けるからそれでも構わないんだけど、まあこういう技もあるんだっていう、まあ一個のまあ技の紹介。で、絶対覚えなきゃいけないわけじゃないです。だからみんなこう見てもらって、初めての方なんかは、あ、これ使えそうって思う方は使ってください。で、私には荷が重いなとか、俺はちょっときっついわっていう方は、ポイって捨てちゃって構わないので、いいかな、そんな感じで判断してもらえたらと思います。では、早速行くんですけど、まず注目するのは、x2 乗の係数と一番最後の数字です。文字がくっついてないところ。詰まっちゃったね。で、どういうふうに書くかっていうと、こうやってね、×を書くんです。まあ書き方は何でもいいんだけど、まあ、×。でね、3ってあるじゃないですか。で、何かと何かをかけて3になる数字をまず考えます。掛け算ね。まあ3、1が3。もしくはマイナス3かけるマイナス1のコンビですよね。で、基本的には左に関してはマイナスは使えません。だから3と1って書いてください。まあ、今3、1しかないからね。かけて、かけて3になるコンビです。で、こっちも同様に、かけてマイナス2になるコンビを書いていきます。いい？例えば、じゃあ2かけるマイナス1とかそうだよね。だから、2かけるマイナス1って書くじゃないですか。で、×になってる部分を掛け算します。だから3かけるマイナス1でマイナス3。1×2 で2ってなりますよね。で、最後足し算なの、ここ。で、最後この2つを足したら、ここになれば完成です。今足してもマイナス1だからなってないんだよね。なってないからどっかが違うっていう。まあ、パズルみたいに組み立てるんですけど。ね、今回3、1はずれることがないので、こっちはもう固定。で、ここをずらします。2×-1 か、-2×1 なんだよね。で、今2とマイナス1って書いたんで、じゃあちょっと逆にしてみようと。マイナス1と2ってこうやって。で、かけるとここがマイナス1。で、ここが3、2が6だから、こうなって5になるんだよね。プラス5。惜しいんだよね。マイナス5にしたい。あ、じゃあ6の方大きくすればいいから、こっちマイナスでこっちプラスにすれば、プラス1とマイナス6でマイナス5できたじゃん。って言って、こうよして。って言って、たすき掛け完成になります。これがたすき掛け。で、この組み合わせ、パズルが組み上がったらどうするかっていうと、ここの数字を見ます。こうやって。こう。で、今、X の文字を使ってますよね。その時に、こうなったら、ここに X がつきます。左側。で、3X、まあ、符号を書くとプラス1だよね。3X プラス1っていうのが1個目の括弧に入る。2個目、1X、まあ、1は書きません。X マイナス2っていうのが入って、で、解の公式使わなきゃいけなかったものが因数分解実はできるんです。こうやってこれがたすき掛けいいかな。で、カッコかけるカッコがイコール0、前もやりましたね。ここが0、ここが0って考えればいいから、答え X イコール、こっち気をつけてね、ここにプラス1があるからマイナス1って行くんじゃなくって、 3X プラス1が0になればいいって考えるから、こうなる。で、両辺3で割るから、マイナス3分の1ね。左側の答え。で、こっちはもうここに係数がついてないんでね。このマイナス2の符号を変えて、2ってやれば、答えが出ますよって。これが、たすき掛けでございます。さあ、どう感じたでしょうか。もちろん、特に進学塾とか、私立中学に行ってる方はね、見たことある方が多いと思います。中学は、塾はかなりやりますね。これに関して、特に進学塾は。また、初見というか、初めて出会った方にとっては、一瞬難しく考えるかもしれないんですけど、個人的にはね、さっきも言ったように、パズルなんだよ、結局。だからね、慣れてくると、わりかし楽しい。まあ、楽しいって言うと、キモいって言われるかもしれないけど、
なので、もしよかったら使ってください。じゃあこっち行きましょう。中央組むのは3、そして一番最後のマイナス8です。で、さっきと同じですね。3なので、こっちは 3×1 で固定します。こっちにマイナスは基本的に使いません。で、マイナス8。これ8は厄介なんだよね。8かける、まあ、あと、まあ、数字ね、コンビが8と1のコンビ。この逆もあります。マイナス8と1もあるんですけど、あと、4かけるマイナス2。まあ、マイナス4かける2もあるんで、数字のコンビが2パターンあるんですよね。8って。ちょっとめんどくさくなる。で、それをパズルのように入れていきます。で、結局足してマイナス10にしたいから、どうすっかなっつって。で、例えば8と1を行くじゃないですか。で、もし、ちょっと符号のマイナス物質量。こうやって1と8コンビしたら、もう8324が言ってる時点で絶対10なんか近づかないんだよ。無理無理っていう。だから符号云々の問題じゃなくて、18はダメだと。じゃあ81行ってみるみたいな。こうやって。でもこれも3と8だから、足しても11だし、引いても5になるから10には持ってけないんだよね。あ、だから81はダメだと。じゃあ42で攻めてみようと。42ね。で、こっち4、こっち2で行くと、4、3、2が6っていけるから、足せば10が出てくると。あ、いけんじゃねみたいな。でも、例えばこっちにマイナスつけますよね。マイナス4です、かけたら。こっち3、2が6で6で、符号違うからさ、2になっちゃうんだよ。あ、オッケーオッケー、じゃあ逆にしてみよっか、つって、こっち4でこっちマイナス2にする。でも、4だけど、こっちマイナスで符号違うから、結局マイナス2なんで、マイナス10持っていけないんですよね。じゃあ、上が2で、下が4だなと。いい？で、符号をまず無視して考えれば、1×2 で2、試算12ですよね。で、マイナス10にするってことは、こっちがマイナスになんなきゃいけない。だからこっちマイナスにしよっかなって考えて、これで OK。といった感じです。今、周りくどく、わーっとね、ちょっと外しながら説明してるんで、長く感じるんだよ。特に長く感じるから難しく感じるかもしれないんですけど、慣れればそうでもないから、と思います。個人的には。で、出来上がったら横のここのコンビ。あの、四角で囲まなくていいからね。説明書書いてるだけだから。ここに X、ここに X です。で、書くと 3X プラス2。そして、1X ね。X マイナス4イコール0。で、あとはこれを解けばいいから、x イコール、こいつイコール0で解くと、一応やろっか。イコール0なんで持ってくるとこうだよね。で、両辺3で割れば、マイナス3分の2と。で、こっちはね、まあ、ここに符号ついてないんで、マイナス4の符号を変えた4で OK でしょうと。こんな感じです。さあ、次行きましょう。で、次はちょっと厄介ですね。最初が10なんだよね。で、マイナス3。3はね、いいんですよ。ほんと3、1のコンビしかないんで。で、12がね、個人的には一番厄介です。なぜかっていうと、12×1、2×6、3×4 っていう3つコンビがあるんですよ。で、それにはマイナスのコンビとかもね、出てくるんで、あーめんどくさいってなるんですけどね。で、まず10。これは 10×1 か 5×2 のコンビです。ね。で、個人的にはだよ。個人的には、数字があんまり離れてないのを先にやります。この5、2って、5と2の方が近いでしょ。11って離れてるじゃん。そう。で、やるんですけど、今回はどっちだ？まあ、5、2かな？大体5、2で当たるんだけどな。まあ、行ってみよう。こう。で、先にやってみる。で、3は、まあ、3、1のコンビしかないので、まあ、どっちかにマイナスがつくけどね。で、やってみようと。で、これを、まあ、1と3で行ってみましょうか。そうする、あ、これ、しまった。うまくいってしまった。2×1 で、2、5、3、15ですよね。で、これ、こっちにマイナスがつけば、足してマイナス13になるでしょ、ここに。だから、こっちにマイナスつけたい。つまり、ここにマイナスつければいいよね。ってなって、完成です。で、あとは、ここ。こうなって、左側ね、2X つければいいから、もしこれが A2 乗 A ってなったら、ここ A つけてください。5x マイナスじゃない、プラス1と 2x マイナス3イコール0。下はまだ入る。いや、右行きゃいいか。x イコール、この 5x プラス1イコール0を解くと、1を持ってくればマイナス1、5で割ればいいから、マイナス5分の1。マイナスが下がっちゃった。こうだね。で、こっちを解くとイコール0だから、マイナス3持ってくれば3で2で割ればいいから、2分の3と。
これで終了です。ではラストですね。でこれはですね最後なんですけど、全部、まあ、見た時に2で割るとかできないんですよ。だからこのままやりたくなるんですけど、これここのたすき掛けだけではなくって x2 乗の係数がマイナスの時はこれプラスに直してください。これ今までの問題も全部そうね。ちょっと説明前に言えばよかったんだけど、いい、ここがマイナスだったら全体にマイナスかけて符号変えちゃう。 6x2 乗プラス 11x マイナス2イコール0って、こっから始めます。ここマイナスやるとめんどくさいことになるんで、いい、でやってから別に解の公式使ってもいいし、まあ、因数分解普通にできるならしてもらっても構わないという感じでやってください。まあ今回たすき分けなんでね、やりましょう。で6も、61か3、2のコンビですよね。で個人的には近い方、3と2の方が数字が近いんでそっちから攻めます。でできなかったら61コンビでやってください。でやってマイナス2なんで、まあ、21コンビですよね。2と1、例えばこうやってしまうと出てくる数字が4と3、どっちかにマイナスつける時点でも絶対11にならないよね。ただ無理だと。で1、2にするんだけど、2、3が6、こっちが2、どっちかにマイナスつく時点で6、2だから11持っていけないんだよね。ってなったら、あ、こっちダメだったから、じゃあここが実は6、1だったんだみたいな感じでやるといいです。でこのまま行くと、こっちが6に12でこっちが1だから、だがしかし、あ、いいんだね、マイナスにすればいいから、プラスにするためにはこっちがプラスでこっちがマイナスにすれば、ちょっと消しとこうか、あれだね、混ざるね、こっちがマイナス1にすれば足して11になるから OK。 でここをマイナスにするためにはここがマイナスだったらいいよねっていう感じで囲ってよいしょ。で書くとインク、やべ、 6x-1、 ちょっと見にくくてごめん。で下が 1x 書こっかね、ごめんね、プラス2イコール0です。であとはこれ解いて右行ける、インク頑張って、これイコール0解くとマイナス1右に持ってきて16で両辺割るから6分の1です。でこれはね、まあ、ここに数字ついてないんでプラス2のね符号を変えたマイナス2で OK となります。入ってるよね、 OKOK、 まあこれがたすき掛けです。最初にも言ったように解の公式でやっても出てきます。同じ答えはね出てくるんですけど、個人的にはまあ今日ね初めて見た方は難しい、無理無理ってなるかもしれないけど、解の公式よりは早いです。うん、慣れてしまうと。だから武器は多く持っといて損することは特にない。ただそのテスト本番の時にパニクってしまうとか焦ってしまう可能性があるんだったら、パッて捨てちゃって構って構わない、いい、覚えておかなきゃいけないことではないので。ただ高校に入ったらやります、必ず。いや、通る道なんですけど、まあ、選択肢の一つとして、ぜひね、こう、まあ、見てみてじゃないや。覚えてもらえたら、覚えてみてください。では、今回は、中学校3年生の教科書3章、テスト対策、やらせていただきました。最後までご視聴いただきね、本当にありがとうございました。で、ずっと計算問題やってて、ここでまあ、たすき掛け終わったので、次回で、その、なんだ、今までやったものを全部まとめたやつを取りたいんですけど、まあ、ずっと計算やってきてしまってるので、次回のテスト対策、ちょっと計算じゃない問題入れます。一本取った後に、その後に、計算の問題演習の動画も撮っていこうと思いますので、まあ、もしよかったら次回から引き続きね、見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。